こんにちは、ペケちゃん先生。稲妻イレブン3世界への挑戦ジオガやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回なんですけども、ストーリー実況から外れて番外編という感じでね、やっていきたいと思います。で、今回番外編やるにあたって、イナストでできなくてイナイレ3でできることってなんだろうと、考えたら、必殺タクティクスというのがね、あることに気づき、その必殺タクティクスの中でも今回はとあるものを打ちたいなと思ってやっていきたいと思います。ということで、今回やっていく必殺タクティクスはこちら、バナナシュート。はい、バナナシュートでございます。はい、アニメでも登場しましたね。確かカタール戦だったかな。風丸がコーナーキックからバナナシュートを打って決まったっていうのがあったんですけども、今回はあれをやりたいなということでね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、稲妻ジャパン対デザートライオンでございます。やっていきましょう。で、このイナイレっていうゲームね、イナストでもそうなんですけども、コーナーキックってとにかくやりづらいんですよ、コーナーキックって。なので、どうやってコーナーキックを、ゲットするかって考えたら、強力なシュートを打って、相手のキーパーズを破って、で、ゴールを外すっていう、わざとシュートを外れるようにするっていうのが、いいかなと思いまして、やっていきたいと思います。で、こうで、こう、オッケーで、ゴーへ、くそ、ダメだ。難しいね、なかなかね。取れるかな、これ。いけ。ジャッジする。ファール来い、ファール。ファール来たら楽なんだけど。ファール。よし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 。実はフリーキックからも打てるんで、もう実は打てるんですよ。もう打とうと思ったら打てるんですけど、じゃあまずはフリーキックから打ってみたいと思います。じゃあ、カズマルで。いきましょう。では、稲妻ジャパンということで。じゃあ、バナナシュート、いきます。切り出す位置だから、ここでいっか。はい。バナナシュート、バナナシュート、どうだ。シュートブロック入るけど、入るな、入るな、入るな。入らない、どうだ。ストームライダー。まだシュートとしてはちょっと弱いからね。シュートとしてはちょっと弱いからね。仕方ない。結構曲がりましたね、結構ね。こう、ちょっと外れるように、外れるようにしたい。どうだ、外れるように。ちょっと難しいかな。爆熱ストーム、外れるようにいけるかな。難しいか。ストームライダー、どうだ。オッケー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 。来た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 。まさか一発できるとは思わなかった。で、キーパー変わっちゃった。では、風丸が打ちたい。風丸。では、ちょっとやってみましょうか。バナナシュート。もう一回やってみます。はい。いきます。さあ、バナナシュート。いきます。どうだ、こことか。いきます。バナナシュート決めたいね、なんとしても。どうだ、おー、惜しい惜しい、意外と惜しい意外と惜しい。やっぱ何としても決めたいんだよ、何としても。2回目です。2回目やっていきまーす。はい、2回目ね。なかなかバナナシュート、これコーナーキックでコントロールするの難しいことにすごく気づいた今。さあさあ、どうだ。もうちょっと外れるように。オッケーオッケー、これでいきましょう。爆熱ゾーン、爆熱、ストーム、ストーム、ストーム、どうだ。いけるかな。多分外れてくれると思う。どうだ。オッケー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 。もう外す技術は完璧だ、外す技術は。いらない技術身につけちゃったな。で、風丸、風丸、いきましょう。では、2回目のチャレンジです。さっきは、ここら辺でダメだったんだよ。ここら辺ダメだったんだよ。だから、もうちょっとここら辺、どうだ。バナナシュート、バナナシュート、どうだ。どうだ。ス
ストームライダーできた。多分これ無理だろ、多分。どうだ。うわー、そう、止まっちゃうんだよな。うん、止まっちゃうんだよな。さあ、ちょっとこれ難しいか、外せないか、これ。これでいってみよう。爆裂ソング。さあ、2回目です。1試合あたり TTP 的に2回しかチャレンジできないんですよね。どうだ。ストームライダー。OK。外れろ、外れろ。入っちゃった。入っちゃった。そう、入っちゃうんですよね。入っちゃうんですよね。そう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 。これが難しいところ。すごく難しい。うん。さあ、どうだ。これ外れろ。うまいこと外れてくれ。タクティック使うか。よし、バーニングフェーズ、バーニングフェーズで爆裂。オッケー、いけるかな。爆裂ストーム。さあ外れてくれ。外れるのを祈るあたりおかしいけども、どうだ。ストームライダー、どう。よしよしよし、どうだ。オッケー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 。さあ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 行きましょう。さあ2回目の挑戦です。うん、多分ね、相手の TP 切れたからもういける気はするんだけども、うん、まあ決まるまで終われないって感じだね。行きましょうか。で、さっきここら辺手前すぎてダメだったんだよね。手前すぎて、で奥だとね、なかなかうまいこといかないと。だからここら辺どうだ。バナナシュート、どうだろう。うまいこといけ、うまいこと。さあ曲がって曲がって曲がって、どうだ。ああ、ああ。素でキャッチ。はい。3試合目です。いや、マジでさっきのさ、素でキャッチは結構ダメージがあったな。うん。ダメージがあったから、まあなんとか。はい。今回決めます。本当に今回決める。今回は。決めます。さあ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 、ちょ、ゴインディ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 、どうだ。そう、これ、こう。こう。どうだ。これで、どうだろう。いけ、外せ外せ外せ、外してくれ、マジで。これ大事よ、これ。大事よ。ストームライダー、これ破れるのは分かってる。さあ、まずこれ外してくれ。どうだ。オッケー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 。さあ、来た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 。さあ、チャンス。チャンスです。さっきは、そうだね。こことかだわ、こことか。どうだ。バナナシュート。さあ、決まれ。ああ、もう、そもそもディフェンダーに止められてるっていう、そもそも。さあ、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 さあ。どうだ。これで。うまいことポストに当たってくれ、ポストに、ポストに当たってくれ、うまいこと。さあ、まず外すのがね、本当に大変なの、外すのが。うん、外すのが大変なの、マジで。どうだろう。ストームライダー、はい、どうだ。オッケー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 。さあ、ここからですよね、問題は。ここから、うん、タラルが出てきまして、さあ本当にこれ決まってくれ、マジで。結構大変なのよ、これ。うん。これバナナシュートで、どうしよっか、もう、ここら辺にしちゃう、ここら辺に。ここら辺にしちゃう、ここら辺に。うん。どうだろう。ああ、もう、あらぬ方向に。あらぬ方向に。あ、でも結構手前ってのはいいかもしんない、結構ね。うん。はい。4試合目。さあ、マジでこれで決める。うん。さっきの手前作戦結構良かったからね。はい。いきます。さあ、これで、ここら辺から打つと。で、ポストに当たるように。OK。これでいきます。さあ、外れろ、マジで。マジで外れることがね、本当に大事。うん、同じこと言ってるけど。本当にね、外すのが大変なんだよ、これ。おお、どうだ。きついか。ストームライダー、
ッケー、どうだ、オッケー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 。さあこの外すテクニックも安定してきた。さあここですよ、手前ですね、手前手前。さあバナナシュートで、バナナシュートで手前だからここら辺、どうだ、バナナシュート、何回見たこれ、どうだ、あ来た来た来た、どうだ、ストームライダーきついか、破れ破れ破れ、うわー、止めやがる止めやがるけど悪くない、うん悪くはないね、うん、試みは悪くない、試みは。さあ行きます。さあもう一回爆熱ストーム、ここら辺で行きます。さあまずは外せ、まずはまずは外せ、まずはね外そう、うん、ストームライダーなんか、まあこれは破ると、破れ、オッケー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 。さあ行きます、さあ行きます。さあ風丸頼むぞ、風丸、さっきのは良かった。さあバナナシュート、ここらへん、いけ、バナナシュート、うん、どうだ、いけ、つむじ、つむじは言っただろ、つむじは。よーし決まった、やっと決まった4試合目で決めれた。うん、キーパーがちょっとナメプしてくれたってのはあったけど、やっとバナナシュートで、はいはい、うん、まあほんとバナナシュート、まあ威力がない、まあ、タクティクスなんで決めるのが結構大変でしたけども、まあはい、まあ決めることができて、はい、よかったですという感じで、今回はこれで終わりにしていきたいと思います。はい、この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またの。